おいおい、こんな平日の昼間から呼び出しやがって、俺を暇だと思ってんじゃねえのか。まあ今日はたまたま時間空いてたから来てやったけど。本当にすいません、ありがとうございます。では早速オープニングを撮りたいんですが、どっか落ち着ける場所というか、まあ、一回降りてもらっていいですか。どうせあれだろ、メバリングシーズン始まるから100メバル釣れっていう企画だろ。いや、まあ後で詳しく教えるんですけど、万次郎さんってなんか100メバルしか釣りきれないイメージがちょっとあって、今回はマイクロメタルで五目釣りをしていただこうかなと思いまして。はは、ふざけんなよ。一体俺誰だと思ってんだよ。最近はよ、バイブばっか使ってよ、いろんな魚釣りまくってるからよ、巷ではよ、バイブマン二郎なんて囁かれてるんだぜ。だからよ、俺がさっとパッと釣ってやるからよ、まあ、早くスタートしようぜ。はい、カット緊張で手汗がやったぜ。で、改めまして万次郎さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回、はい、金丸さんの方から、はい、企画を万次郎さんにちょっとやってほしいということで、はい、僕が内容をことづかってます、はい、で、なんかスケッチブックにまとめて書いてきたよってことなんで、はい、1ページ目をまずめくってください。はい、魚種シリーズで五目チャレンジ。おー、来ましたね。本人もこの前やってたからな別のやつだけど、これを今回万次郎さんにやってもらいたいみたい で、はい、でルールは2ページ目に書いてあるんで、はい、めくって内容を読み上げてください、はい、ルール、釣り方はマイクロメタルに限る。使用ルアーは魚種メタルと魚種バイブのみ。制限時間は8時間。ターゲットは9時で決定。未達成の場合は罰あり。罰あり、罰あり、罰あり、罰は罰、はい、まあその内容僕もことづかってるんでちょっと今は言えないですけど、罰があるみたいです、はいはい、ちなみに、はい、達成したら、はい、達成したら何かあるんですか。いや、何も聞いてないんで後でちょっと聞いておきます。あ、はい、よろしくお願いしますで、制限時間の8時間なんですけど、はい、これ2部構成になってまして、はい、デイゲーム、はい、これを前半戦で3種目、ほうほう、そしてナイトゲーム、はい、後半戦で2種目、計5種目で達成となります、はい、ただしですね、はい、デイゲームの3種目を、はい、日が暮れるまでに達成できなかったら、はい、そこで1回罰があります。あ、デイゲームで罰があるだからで、ナイトゲームも達成できなかったら罰があるんで、最大2回罰があるんですか。確か4番目のターゲットは9時で決定って書いてあると思うんですけど、はいはいはい、昼間に釣れる可能性があるターゲットと、はい、夜釣れそうなターゲットをあらかじめピックアップして、はい、9時を引いてもらって万次郎さんに決めてもらおうという五目チャレンジになります。はい、デゲーム、はい、の、3種目を9時で決めていきましょう、はい、でまず1種目目、はい、いきます。1種目目、あ、一応カメラに見せてもらっていいですか。あ、引いたら、うん、引いた後、はい、ベラ15センチ以上。お、あ、これは優しいです、ね、結構ド S なミッションが来るのかな、はい、まあ、まだ分かんないから2種目目とりあえず引きましょうか、はい、2種目目、はい、2種目目、はい、これかな、じゃん、キビレ20センチ以上。ああ、キビレか、これチヌの20センチ以上とかだと嫌ですね。キビレじゃねえじゃんみたいな狙う場所大体一緒だから、はいはいはい、じゃあ、最後3種目目、はい、どうぞ、はい、
お、メッキ20センチ以上。あ、これはいけるかな。あ、なるほど、そうきましたか、金丸さん。これはメッキか、うん、まあ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 、ギリということは昼間は、ベラの15センチ以上と、キビレの20センチ以上と、メッキの20センチですね。なるほど、はい、これを、日が暮れるまでにまず達成を目指してください。はい、続いてほうほう、ナイトゲームの2種目を、はい、なんかこれもなんかめっちゃ悩んで作ったらしい。はい、じゃあ悩んで引いてください。はい、どれでしょうか。何でもいいや、これでいい。何でもいい。はい、カサゴ20センチ以上。おうおうおお。今回このサイズ指定っていうのがまたやらしいよ。サイズ指定釣れなかったですね。五目って大体釣るだけで終わる。はい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 。ただサイズがまた邪魔してきそうな。いやですね、20センチですからね。なんか19センチだったとか18センチだったとか、ね。じゃあ、ナイトゲームの、はい、2種目目、これが最後になります。はい、これでこれでシーバス30センチ以上。まあでもほら、大体どこのね、乗屋を聞いてるところにいそうなターゲットであるけど、はい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 、ですね、いけるかじゃあ今回この5種目を、はい、魚種メタルと魚種バイブで狙って、はい、チャレンジ、はい、挑んでください。はい、では早速もう時間もしてるんで行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。魚種バイブの 2.5g で、まずはベラを狙っていきたいと思います。しこよいしょ。さあ投げて着水したら糸ふけ取ってボトムまで落とします。あの時間まだまだ2時とかかなと思ったけど3時ってもうまあまあですよ。まあまあですね。ちょっともうちょい今度から早く、はい、はい、そうしましょう。ここはよく来るんです。あ、来ます。違うな、魚か。これ魚だ。でもちっちゃい。一目目これなんすか。これあれですか、北枕的なやつですか。毒がある川じゃん。はい、これちょっと膨らんでるから、はい、あとあのあれがトゲみたいなのが。え、ヨシバイブ、うん、俺初めてそれ見た。僕も初めて見ました。これ壁に当たるよ。釣れろベラ。いそうなんですけどね。めっちゃいそうなんですけどね。あ、食ったな今。え、何今の。当たったっすね今。当たりました。何今の。当たりましたね、完全に。ちっちゃかったですけど。足元でしたね。あ、当たった。なんだろう、なんだろう、なんだろう。なんだろう、なんだろう。あ？もう反応せんか。食った。しゃべらや。やったね。やった。やった。あ、メジャー向こう見てきた。やったぜ。はい、これ15センチ15センチ で19センチです。よしよしよし、とりあえずとりあえずデイゲームのデイゲームの1魚種ね、目達成です。とりあえずただ時間ないんでちょっと、はい、ちょっと
次のとこ行きましょうか。はい、行きましょう。ま、とりあえず魚子バイブは、うん、あの強波動で、うん、あの結構遠くの魚にもあのを収魚する力が強いんで、うん、まずは魚子バイブであの狙って、であんまり魚子バイブに反応良くなかったらあのもうピンで打っていくような感じで、魚子メタルであの狙っていく感じですかね。じゃあ、まあ、今回制限時間も決まってるんで、はいはい、その手返しの分ではバイブ、はい、とりあえずは魚子バイブで行こうかなと思ってます。そしてちょっと、まあ、状況を見ながら、はい、そのピンポイントの釣りでメタルですね、はい、なんとか行きたいな。あ、移動してきましたね、はい、今時間が、はい、4時半どうやって、だって30分ぐらい使ってるでしょ。ですね、結構遠い場所、はい、移動してきて、ここはどんなところですか。ここはもう河口付近で、まあ、とりあえずあとメッキとキビレなんで、ここでなんとかデイゲームは、とりあえずブルピンの魚子バイブのブルピンの 2g でとりあえずメッキから釣っていきたいと思います。よし、デイがもう1時間あれば、うん、あんまり早いのに、あいつらも様子出ますもんね。はい、あ、立ったいやもったいないな。今もったいなかったですね。メッキです。ちっちゃい。でもこれ、これが当たってたんだ。これが当たってたんですね。20センチでしょう。さすがに20はいってないでしょう。これは、あ、やばいやばいやばい、よいしょ、14センチ6センチ。ちょっと時間ないんで、はい、ちょっと、はい、ありがとう。やばい、頼む、タダ巻きじゃ食わんか。今時刻が、はい、ちょっと見えるかな、5時45分、はい、まあ、ただこれちょっと場所移動してきたので、はい、実際5時半ぐらいまで、はい、前半の実況となりました、はい、これサイズしてきついですね。サイズしてきついですね。だいたい5目だったら、はい、釣ればそれでワンカウントだけどですね。サイズが届かなくてカウントできない辛さ。そうなんですよね。僕たちの内容も聞いてるんで、はい、このアミダの、まあ、どれか選んでもらって、はい、まあ、下にいろんな罰ゲームが、はいはいはい、まあ、罰が用意されてるんで、はい、じゃあ選んでもらって、はい、じゃあどれにしようか。じゃあ ここで本当にいいんですか。ここでいや、もうとりあえずここで、はい、直感を信じてここでですね。じゃあどんなやつあるか、あ、開いていいですか。いいですよね。もうでも帰れないですよ、はい、ここで。そうですね、はいはい、帰れないです。はい、じゃあ開きます、はい、ビンタ足足カオラクキケツバットニンニクナット20秒スリッパ足とか意味かない。足この足とニンニクナットは当たりたくないですねここですね、はい、じゃあこう、おお、うわー、ケツバット行ってほしかった。なんで上がった今ここ。なんで上がったんだ。あ、ニンニクナット20秒、これなんですか。意外と美味しかったりして。あ、ニンニクってでも大体あれじゃないですか、いろんな料理に合うし、はいはい、食べますね、はい、
肉と納豆って合わない。どっちも臭くない。今から、はい、20秒ですよ。はい、よーいスタート。やば、くっさ。あと5秒。だくっさ、やば、くっさ、やば、やばいっすか。危なかったです。これご飯食べたらリバースしちゃいました。とりあえずブレスケーカー行きません。はい、そうしましょう。なんて爆弾だ。やば、くっさ。まだ臭い。いや、万次郎さん、はい、あの罰はダメでしょ。あれはすっごいきつかったですね。誰ですか、考えたの。あれ、いやー、考えた人がちょっと考えられないですね。考えられた人が、考えた人が考えられないですね。はい、なんかちょっと名言です、ね。はい、ということで、はい、今から、はい、後半のはいナイトゲーム、はい、カサゴと20センチとシーバスの30センチ、以上です。ヨシバイブの2グラムのチャットスポットグローから。俺も夜はそれが好き。はい、これでカサゴを狙っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きます。とりあえず堤防の際に落として。釣れました。メバルです。ちっちゃいけど。お、メバル。今日は君じゃないんだよ。ちっちゃいけど。え、これ何センチ。シャクタ、よし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 、なんだなんだなんだ、よいしょ、メバルです。でも君じゃない。今日はサイズアップでも今日は君じゃないんだよね。あ、危ね、よいしょ、メバルが釣れました。ちっちゃいんで逃がします。ちっちゃいんでっていうか、今日は君じゃないんだ。ちっちゃい何か、メバルです。よっしゃ、食ったぜ。愛されてる。今日これじゃない。カサゴですよ。でもちゃんとカサゴだ。カサゴですよ。メバルと思ってた。いや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 、メバル4連覇と思ってたから。確かに来た狙いの。明らかにないです。測るに値しない。はい、測るに値しない。だって10、15ぐらい。15もないな。13ぐらいですね。魚種はいいんだけどね。魚種はいいんですけどね。やっぱこのサイズが、サイズ縛りがきついですね。とりあえず逃がします。うん、まあでも釣れたから。はい、ありがとう。サイズアップして帰って。いやー、メバル釣るの簡単なんだけどな。カサゴするのって難しいですね。はい、しゃ、食った。これは食ったでしょう。はいはいはい、メバルです。あ、違う、メバルじゃない。タケノコメバル。え、ソイ。え、なカサゴでしょ。
これか、え、これカサゴっすか。タケノコメバルっぽくないですか。あ、本当だ。柄がタケノコメバルっぽくないですか。ガッツリガッツリです。こっち投げてみようか。うわ、寒い。今年はマジでクロメバルの回遊に、尺クロメバルの回遊に当たらないかなと思ってるんですけどね。尺った。これ結構いいけど、取れると思います。これ何、シーバスかな。キビレですね。これ20超えてますよね。くそくそ。一応測りましょうか。一応測りますか。言ってなかったらほら。はい、言ってますね。言ってますね。はいはい、言ってますね。くそ、マジか、今か、今か、今だったか。お願い、デイで連れてくれたら嬉しかった。はい、はい、あの連れてるけど、はい、このまま連れてるから。やば、今のデイの達成。頭デイとないと別だ。残すところ1時間を切りましたですね。なんでなサイズが出ないですね。ですけどね、はいはい。メバルとかメバルとかメバルとかですね。まあ一番魚っ気が多かったとこなんで、ここで残り1時間やっていきたいと思います。ゲシバイブのチャートスポットグローの 1.5g です。はい、これでやっていきます。お願いします。30センチのシーバス来い。とりあえずはあシーバスとカサゴですもんね。当たった。いや、めっちゃ楽しいですよ。でもあら、カタ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 、うーらららららら、らちっちゃいけど、平っぽい感じがしますよね。 2.5 ぐらいですね。 2.5、はい、届かず、はい、届かず。ここに行かなきゃね、ここにですね、こうないといけないですからね。じゃあとりあえず逃がします。ありがとう。対象とは決めてるんだけどね。ですね、あとサイズですね。食った。食ったよ。食ったよ。はい。やっていきますね。おおおお、頑張った頑張った。最後頑張った。で、いや、アジじゃないですかこれ。アジだ。あのリフト&フォールで。はい。でも君じゃない。当たりがすごい多いですよ。当たった。これはシーバスだけどちっちゃいな。でもやっぱこのサイズだからこれ食ってくるんでしょうね。はい、これが釣れますからね。まあ確か当たった当たった当たった。はい、負けです、負けです。ほら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 、負けです。シーバスです。
これでもちょっとよく、でも言ってないなあとか言ったけど言ってないな、これ多分。あ、やっぱ23ですね。さっきのやつじゃないですよ。さっきのやつかもしれないですねちょっと帰ってくるのが早いよ。はい、はい、よろしくお願いします。はい聞こえました。はい。終了の。マジか。万次郎さん。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。地獄の。はい。納豆ニンニク。はい。ニンニク納豆。はい。あ、じゃあ、まあ、場所にいるっていうことは。はい。残念ながら。帰ってきたくなかった。帰ってきたくなかった。ここには。また、なんか知んないけど、はい、ナイトゲームバズ、ナイトバージョンも用意されてナイトバージョンがあるんですね。あー、そっか、さっきデイゲームって書いてたもんな。見たくなかったな、これ。大体こういうのって、はい、バズって1回なんですけど。ですよねまあ、刻んでくると思わなかった。はいはいはい。じゃあ、まあ、ちょっと時間も押してるんで、はい、じゃあ、好きな場所、さっきここだったからここにしようかな。本当にいいですか？本当にそこでいいですか？あー、でもな、さっき直感外れたしな。あー、じゃあやっぱここで本当にいいですか？いや、もうここで行きましょう。ファイナルアンサーで。ででん、ででん、おでん、おでん、顔落書き。ちょっと待って、おでんってあれでしょ、熱々おでんのやつですかね顔につけられるやつでしょ。顔落書き、ハリセン、虫虫ってなんすかね。洗濯バサミ、へいやだなじゃあ、行きます。またこのふにゃふにゃがいる、この陰謀みたいな。ドン、顔落書き、顔落書きか。顔落書き、いやっすね。次5目やるんなら、うん、確実に仕留めれるように。どうですか？いや、サイズに悩まされましたね。こう、魚種は意外と釣れたんですけどサイズの壁がですね、ちょっと厳しくて。はい。リベンジする機会があればやりたいです。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあでもメバルにはすごく愛されてますから。はい、もうこれからもメバルを愛し、そしていつか五目に愛されるようにちょっと日々精進していきたいと思います。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日仕事ですか？明日仕事です。何時からですか？朝。8時からです。8時から？はい。ちょっと急いで帰りましょうか。はい。お疲れ様でした。僕どうなってるんですかコンビニ寄れます？僕なんか鏡あったんで。あ、ほんとすか。これ絶対コンビニ寄れないやつじゃないですか警察に止められませんお化けかジャグラーかどっちかやばじゃあちょっと自分たちもあの帰りとか遠いんでお疲れ様でした。お疲れ様でした。やばいな、これは。もうこんな経験言っときないんでしょうね。ない、しないっすしたくもないですいや、本当ハロウィンとかすらしないのにですね。